すると原田が実際に僕がその異変を感じた場所っていうところに最終的には蓮くんを連れて行きたいんですよ。はい、ぜひぜひ、はい、その場所とは原田が昨年11月に YouTube で訪れた時。いる？出て危ない。足音がもう誰かと思ったよ俺。出てけって。もう足音すごいんだよ。完全に人の足音なんだよ。霊感ゼロでも何かを感じる激アツスポット。すごいな。うわまた来ちゃった。すげえ。ここでも朝子さんが何かを感じ取る。いやーって言ってる。いやーって言ってる。すごい怒ってるよ。どうやらこの家には相当強い霊が存在しているようだ。なのでちょっとここに蓮くん一人でいてもらいたいなと思うんですけどね。わかりました。僕ら離れたところいるんで何かあったら大きい声で言ってください。ということで平本を一人残し霊が寄ってきやすい状態で待つ作戦に。基本的に半身そういう目に見えないものに対して半信半疑の彼なんで公平にやってくれると思いますよ。どっちにこう偏ることもなく。そうですよね、はい、見れるのだったら見たいときも、うんうん、一人霊を待つこと10分。何かの物音が。すいません。不気味な音を聞きたまらず原田を呼ぶ平本。上本当この辺から、はい、多分空耳ではない。多分で俺もちょっと一緒にいていいですか。あ、はい、うん、この二人で、はい、原田も加わり二人で待機すると。外からの物音に同時に反応する二人。